後半戦はやや波乱含みの展開となりました。後半戦ではなかなか逃げ決まらずという状況の中、競争水面は第10レースを迎えます。このレースマンテーマの装着、第10レースは虎特賞です。対戦メンバー1号艇兵庫山本孝之、2号艇福岡武井隆、3号艇埼玉佐竹優、4号艇埼玉園崎悟、5号艇東京渡辺武郎、5号艇東京渡辺武郎、6号艇東京鈴木雅樹、以上6名の対戦です。直線優勝を飾っての参戦は1番の山本が1コースに入ります。前半戦は6コースから浮き出の勝利でした。2番の武井が2コース、前半逃げて1着3番佐竹も今日連勝がかかります。3コースからダッシュ算定は4コースから4番この先は初戦は4着に終わりました。5コース5番の渡辺は前半2コースから2つ目の勝利、6コース今季ここまではエースペースで来ています。6番の鈴木枠なりの3対3、風はほぼ収まってスタートまで10秒を切ります。進入体制は1コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。